堂でそれぞれに出るようになってんのね。これはいいね、並ばなくていいやん。自分が止めたところの後ろで。これ何円？え、なんかわからない。おいしい名水なんだって。名水百選に選ばれてる名水なんだって。ようわからんけど、湧き水でしょ山の。抱っこしてはるわ、見えるね。うん、海だったってことですよね。隆起したんですね。実際この石灰岩奥に見切ることで藤の田中に名が付けられているんですけれども、鍾乳洞の楽しみ方の一つはですね、提案させていただきたいんですけれども、ただバックレート見るだけでなくてね、自分なりに疑問を持ってみていただきたいんですよ。例えばね、この部屋でしたらここを見ていただいてね、これなんでここだけがこうなきかなくないよみたいな模様が入ってるのよ、なんでこの藤の田中にこんなまったりになってるのよ、一滴一滴の雫はどういう過程を経過したらこういう形になってくるのよ、自分なりに疑問を持ってみ、今の一月で10年ぐらい、あ、もう10年分削ってもらおー、すごいね、足場とかも組んでよね、足場をここに組んで、もう運ぶってこともすごいけどね。そうそう、で昭和初期でしょ、できたのが。そうです、大正時代、大正でしょ、ね、を使って、まさか気に入ってるの。なんかいた？あー、やっぱしポツポツか。あの辺に呼んでいそうだよね。あの時何
川が流れてるね。吊り橋が見えてきた。なんか両サイドの網が邪魔だね。でもあのほら天川村のところもこんなとこあったやん。あっちの方がな風情やったよね。